皆さんこんにちは。トランペットグリーン社の山内博です。今日も、ハイノート吹くための、アンブッシャーと、エアーについて説明したいと思います。まずアンブッシャーですね。いつも言ってますように下唇を濡らしてプー E の口でグリップします。それからプー、口の中心は力を抜きます。プー、それとハイノート吹くために速いエアーを出すときにこの口の鳴ってる中心がキュッとキュッとこういう風だ。それからここですね、ここ唇が中に入ってますけども、吹くときはここに指が一本入るようなイメージです。ここがキュッとなってます。これが僕のハイノートを生み出しているアンブッシャーとなります。それからエアです。エアは、いつも言ってます、ワントーンワンエア、一つの短い音を吹くためのエアだけがあればそれでいいんです。吸わなくてもこれでもいいんです。これがまず基礎です。それから、いろんな演奏スタイルでエアの吸い方だとか吐き方っていうのは変わってきます。基本は一つの音を出すためだけのエアーですね。はっはっ、プスプス、ここにぶつけちゃいけません。プススッと出ますエアーが。こういう吹き方ですね。これが連続するとロングトーンになります。高い息で吹いてます。決してうわーっと吹いてません。息の中、口の中を説明しますと、喉が開いてこういう風に吹いてます。肺の音もそうです。もう一回音明しますしますね。まずロートンからこういったアンブッシャーとなってます。息はハーッと吹いてください。圧力はかかってますけども、出る息はなんです。これはちょっと、理解してもらうには、ちょっと難しいと思いますけども、体の中にものすごく圧力かかります。圧力かかってますけど胸にはぶつかってないで、こういった状態です。これがスーパー、ハイノートを生み出しているアンブッシャーとエアの状態ですね。皆様も、練習するときには僕のいつも言ってるようにってやってから吹く、それから演奏中も一拍でもあったらこういったように吐いて吹く、吐いて吹く。そうすると、体の中に二酸化炭素がたまりません。息の継ぎ足しをしますとどんどん乳酸が増えてきます。息苦しくなってきて、苦しくなって、窒息してしまいます。出る音も出なくなりますといったように、肺の音を吹くためのトリックがそこにあるわけです。わかりましたかね。今日はこれでレッスンを終わりたいと思います。じゃあまた次の投稿を、よろしくお願いします。それではまた会いましょう。